そのまま両手で彼女の胸に触れ、揉み始めた。チム、おはよう。私はモーさんの声で目を覚ました。今は中国のモーさんの実家にいるのだ。モーさんと一緒にいられる時間は貴重だとはいえ、さすがにモーさんの実家では彼女と一緒になんて寝ることはできないので、私は客まで一人寂しく寝ていた。昨晩が日本でいう大晦日だったなら、本日は元旦ってことになるのだと思うが、中国では大晦日の晩が一番盛り上がるようで、夜遅くまでずっと花火や爆竹の音がうるさかった。そういえば昨日の夜は日本でいう紅白歌合戦的な中国の番組をモーさん家族と一緒に見た。日本のように男女が分かれて歌を歌うってことではなく、歌や踊り以外にも漫才ありコントありって感じで、家族みんなで楽しむもののようだ。それと夜にも水餃子を食べたのだが、その水餃子にはいくつかお金が入れてあった。硬貨が入っている餃子を食べた人はその一年金運がいいとされるようだ。お金を餃子に入れるだなんて、日本人からしたら驚きの習慣があるものだ。お姉さんの娘のバオバオはどうしても硬貨が入った餃子を食べたいものだから、半分かじって入っていなければ皿に戻し、また別の餃子を半分かじってと繰り返していた。私は何個か硬貨を引き当てたのだが、金運なんてどうでもいいから、それよりも恋愛運がさらに良くなって、モーさんとの恋が順調に進むことの方がありがたいと思っていた。時間が過ぎるのはあっという間だった。その日も日が暮れてきた。明日には大連に移動し、そのまま韓国に戻るわけだ。夕食が終わると、私はモーさんを散歩に誘い出した。モーさんは何やら頭にバンダナみたいなものを巻きつけた。髪の毛が隠れ、純粋にモーさんの顔だけが眺められる感じがした。その顔は透明感があり、優しく微笑んでいて、とても美しかった。私は思わず左手で彼女の頬を優しくなれた。そして彼女の顎をコクッと上げ、そのままキスをしたい気持ちだった。ただ、バオバオがうろちょろしているのが目に入り、思いとどまった。本当にこのバオバオはお邪魔虫である。でもまあ、これからモーさんと二人きりで外を散歩するわけだし、楽しみは先にとっておこうという気持ちになれた。二人で外に出て空を見上げると、いつもよりも星が霞んで見えた。普段なら街灯もないここの夜道では、満天の星空が見える。今にも降り注いでこようかとばかりの星数なのだ。おそらく今日は昨日からの花火や爆竹で空気が汚れているのだろう。私はモーさんの手を握りながら話し始めた。もう明日韓国に戻らないといけないんですね。時間が経つのって本当に早いですよね。さっき大連に着いたばかりのような気がするんだけど。モーさんは、いやだ、そういうこと言わないで、と言った。そういえばモーさん、この間スカイプで話をした件だけど、最悪の場合は今の会社を僕が辞めますからね。モーさんはちらっとこちらを一目見てから、それはありがたいけど、私としてはなんとかそうならない道を探したい、とつぶやいた。そうですね、中国はこれから国内販売も広がっていくことでしょうし、中国に販売拠点ができて、私がそこで仕事ができるのが一番ではありますね。私は日本でも5、6年間営業マンとして仕事をしてきていたし、今の韓国でも管理兼営業をしているわけで、自分の生きていく道は営業にあるという思い込みがあった。実際には中国工場に駐在していた8ヶ月間は製造部門の仕事をしていたわけで、中国で製造の仕事に関わるという道もあったのだとは思うが、この時私は駐在時の8ヶ月間はあくまで営業マンをやっていく上で、製造知識という武器を身につける時間という認識でしかなかったのだ。
モーさんは、そうですね。仕事とあなたと、どちらの道も捨てずに済む方向に持っていかないとダメだね。と言ってうつむいた。それから二人はしばらく黙ったまま、真っ暗な田舎道を歩き続けた。二人が舗装されていない道を踏みしめる音だけが耳に届いた。だいぶ家から遠ざかったので、また今来た道を戻ろうと二人は足を止めた。するとモーさんはおもむろに着ていた黒い丈の長いジャンバーのファースナーを下ろした。そして両手でジャンバーを広げ、こっちに来てというポーズをした。私は免れるままに両手をモーさんが広げるジャンバーの中に入れ、そのまま両手で彼女の胸に触れ、揉み始めた。モーさんはクスッと照れ笑いをして私に身を任せた。彼女はノーブラであったので、私はその柔らかい感触をしばらく味わっていた。手が冷たいだろうから温めてあげようと思っただけなのに、とモーさんは微笑みながら言った。私はとんだ勘違いをしていた自分が恥ずかしくなって自分の両手をそっと引っ込めた。でもモーさんがもう一度ジャンバーを広げ、今度は私の体全体を包み込んできた。そして同時に二人は唇を重ね、バオバオに邪魔されることもなく思う存分愛し合った。翌日、モーさんの家族に別れを告げ、モーさんと二人で大連へ向かった。時間というのは無常なものである。タクシーが大連空港に着き、二人は黙ったまま歩いていた。何を話せばよいかわからないまま、私は少し気まずくなって彼女を見てニコッと微笑んだ。私はモーさんも微笑み返してくれると思ったのだが、微笑む前にこう尋ねてきた。次会えるのはいつになるかな。そうだね。私は頭の中で、出張がなければお盆休み、それがダメならまた1年後の旧正月かもと考えたが、さすがにそれは口に出して言えなかった。私はモーさんにちゃんとした返答をする代わりに、写真を撮ろうかと声をかけ、彼女の肩に右腕を回し、もう一方の手でデジカメを持って二人を自撮りした。私は彼女の笑顔を写真に収めたかったが、彼女は笑ってはくれなかった。フライト時間が示された電光掲示板に目をやると、インチョン行きのチェックイン締め切り時間が迫っている。私は繋いでるモーさんの手をぎゅっと一回強く握って、それを合図に離れがたい気持ちに区切りをつけるかのように手をそっと離した。じゃあ、行くね。モーさんは何も言わず、じっと私を見つめたまま、目には涙がじわっと湧き上がったのが分かった。元気でいてくださいね。私がそう言うと、モーさんはこくりとうなずき、その動きにギリギリこぼれずに溜めていた涙が目からポロリと落ちた。大連の国際カウンターはエスカレーターで上がったところにある。私はエスカレーターに乗ると体の向きを変え、徐々に小さくなっていくモーさんに手を振り続けた。まるで私たちは織姫と彦星のように、一年に一度しか会えない恋人同士のようにも感じ、私の胸は締め付けられ、鼻の奥がツンとした。チームポゴシプターポゴシプターって。でね、ここでね、一つ皆様に謝らないといけないことがあります。消えた瞬間でもう涙がボロボロですよね。もうここカットして、はい、そういうことでカットして。いや、要は覚えてますか？覚えてきました。ちょっと待って、本当に